い、皆さんこんにちは、エリンです。今日はですね、スーク学区にやってきました。これからですね、雨の中学校見学をですね、3校ほどしていきたいと思います。残念ながら雨なのでちょっと雰囲気が伝わりにくいところあるかと思うんですが、いろいろですね、皆さんにできる限りの情報をお届けしたいと思います。では一つ目の高校見学してまいります。はい、ということで今回はスーク学区にある3校すべての学校を紹介します。エドワード・ミルン高校、ベルモンド高校、ロイヤル・ベイ高校になります。まずはじめはエドワード・ミルン高校です。この高校はスーク学区の最西端にあり、バンクーバー島の中心地ビクトリア・ダウンタウンからは車で約45分離れているところに位置しています。他の2校に比べ全校生徒の数も少なく、現在は留学生も少ない学校になっています。私がですね、出している他の学区の動画も合わせてご覧いただいていたら気づくかと思うんですが、海外の高校って生徒が授業中なのにちょろちょろうろうろしているんですよ。日本のですね、学校教育を受けてきた皆さんがこれを見ると、この学校は荒れてるの？とかいろいろ心配される方がいるかもしれません。実はですね、これ海外の高校では当たり前の風景なんですよ。多くの高校ではフリーブロック、フレックスタイムなど名前は様々ですが、グレード10、高校1年生以上の学年は1日のスケジュールの中に1時間ですね、空きコマがあるんですよ。授業で分からなかったところを先生に聞きに行ったり、自分で課題を進めたり、友達とねプロジェクトを取り組んだりできる自習時間なんですよ。だからこの生徒たちはですね、自分の空きコマ時間に先生や友達に会いに行くために廊下をうろうろしています。決して学校が荒れているわけではありません。はい、皆さんこんにちは、エリンです。今日はですね、スーク学区にやってきております。今日はですね、3人の、ホームステイコーディネーターの方とですね、お昼を食べております。ご紹介したいと思います。スーク学区にですね、これから留学する方、ご覧、お会いするかもしれないんですが、このですね、3人の方がホームステイのですね、コーディネートをしてくれている方ということです。とてもいい方なので、ぜひですね、皆さんスーク学区に来る際はですね、しっかりお話しして、悩み事などがあればですね、聞いていただきたいなと思います。ということで、お昼ご飯食べていきたいと思います。スーク学区の市街地は、先ほど紹介したエドワード・ミルン高校があるスークという町と、隣の学区のビクトリアの間にあるラングフォードという町にあります。ショッピングセンターやこのようなレストランが集まっていて、放課後やね、休日に訪れる留学生もいるようです。次はベルモント高校です。ここはスーク学区の中でもマンモス校と言われている大きな学校です。昔からある高校なので、旧校舎はですね、ボロボロだったと教育委員会の方もおっしゃっていました。現在は2015年に新しい新校舎がですね、建てられて、外見も綺麗になって、内装も近代的なデザインになっています。ちょっと逆光になっているので少し暗いですが、これはですね、図書館で生徒が自習したりとか、あと友達とグループワークをしたり、時々授業が行われたりするそうです。開放感ありますよね。 Also, music program, dance academy, or dance class, studio, and nice gym. Then we have automotive, woodworking, work, and our big art studio is on the site too. ベルモント高校は生徒数が多い分、選択科目もたくさんの種類があって、野球などのスポーツ施設もそうですし、あと美容について学べるヘアサロンの教室が設備されていたり、生徒が学食を提供する料理のクラスもあります。 This is the art studio here. Some downtown, but there's also one out here. So it could have been out here, because you live out here. So looks like they've got some pottery projects or ceramics projects there. Yeah. It's right across from the medical clinic, which happens to be closed on Wednesdays. It's open Monday, Tuesday,
Thursday and Friday. Perfect time. Yeah. To visit. Thursdays, there's a medical doctor here. Oh, actual doctor. Mondays, Tuesdays, and Fridays, there's either a public health nurse or a nurse practitioner. Students do not need their medical insurance cards to use this. They just walk right in the morning and ask for an appointment. That's interesting. That's amazing. Yes. Yeah. And at Royal Bay, it's got it one day a week. Tuesday, the clinic. Yes. Tuesday, and okay. Then UCSL also has a clinic day. Yeah, yeah. But this one has a dedicated clinic because it's also for the general public, for young children, for immunizations and babies. Oh, yeah. They do that so here? There's a public health nurse here. Oh, wow. That's so cool. It's not just for the students. さて、最後はロイヤルベイ高校です。ここ数十年、ラングフォード地域の人口が増え続けていて、ベルモント高校の生徒数がですね、プレハブを建てても間に合わない状況になってしまったので、このロイヤルベイ高校が開校されたそうです。最近ですね、建設された新校舎なので、生徒が行き来するホールはもうね、学校とは思えないくらいおしゃれなんですよ。またですね、体育館や図書館などもガラス張りになっているので、校舎が明るくなって、雨が多く暗い日が続くカナダでは嬉しい作りになっています。そしてこの高校はスポーツに力を入れているので、雨の日でも練習できるインドアのですね、練習場があったりとか、校舎の屋上にバスケットコートがあります。バスケットコートが外にある。これ学校じゃないように見えますね。わー、かっこいい。これは演劇ドラマのクラスですね。輪を作ってみんなで練習をしています。こちらは学校周辺の住宅街なんですが、新しい家がどんどん建っています。ここ数年、移民の増加でさらに人口が増え続けていて、現地生の受け入れが難しくなるくらい人気の学区に急成長しています。近々ですね、新しい高校を建設するお話も出ているそうです。移民が多い地域であればね、世界中の友達が作れそうだなと思います。はい、皆さんこんにちは、エリンです。今日はですね、ビクトリア学区に行った後にですね、スーク学区にまたまたやってきました。なんでスーク学区ってお話なんですけど、私はですね、スーク学区訪れた時って雨だったんですよ。で、やっぱ雨の時と晴れの時って印象もすごく違って、皆さんがですね、見る動画も本当にすごく違うものになるので、ぜひですね、晴れのスークを見てみたいということで、スーク学区にやってきました。すべての高校をこいつで回るというわけではないんですが、晴れの感じのそのですね、住宅街だったりとか、人の雰囲気だったりっていうのをですね、見にやってきました。やっぱりですね、晴れの方が綺麗ですし、なんかこう、明るく見えて、全体的に印象がグッとアップします。はい、やってきました。こちら、The Beach Land というところですね。これ今開発中のところなんですが、一応ですね、左側になんかビーチバレーができるようなネットがあったりとか、一応駐車場があるので、今もですね、開放はしているところになります。まあ、ここからですね、いろいろ綺麗になってですね、いろんな住民の人とか来れる場所になっていくと思うんですけど、ちょっとですね、海の近くの方行ってみたいと思います。到着しました。ヌードルボックスというところでですね、はい、麺を買いました。ちょっと風が強いんですけど、外で、ランチピクニックしていきたいと思います。目の前にはですね、太平洋が見えます。この8000キロ先には皆さんいるんですね。日本の、方々見えないですけど、あっちの方面かな。はい、皆さんのことを思って食べようと思います。私はですね、タイスタイル長園っていうのを頼んだんですけど、味はですね、なんかカレー粉と焼きそばを混ぜた感じです。中にはもやしとかピーナッツ、そしてブロッコリー、ネギ、塩コショウ、あとパプリカ、
入ってますね。はい。なんか日本の焼きそば食べてるみたいな、いい感じです。これでですね、13ドルぐらいだったんですよ。こんな結構大きいボックスに入ってるので、いい値段、いい感じのお得な値段なんじゃないかなと思います。普通にレストランとかで食べると普通にもう2000円とかしちゃうので、13ドルでこれぐらいの量入ってたら満足ですね。この動画がいいなと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。 LINE アットに登録していただくと、中高生の皆さんにはエリンから、そして保護者の皆さんには留学パパがそれぞれの個人的なご質問やご相談に無料でお答えしています。誰も教えてくれなかったあんな話こんな話を留学経験者と親の立場でお話しますね。もちろん個人情報の取り扱いには十分留意していますので、安心してメッセージください。メッセージをいただく前に一つだけお願いがあります。無料とはいえ、一人一人のお悩みや疑問に真剣にお答えしています。なのでまずは皆さんの今の状況やどんな希望を持っているのかなど聞かせてください。 Google 検索のように AI ではありませんから、いきなりおすすめの学校はとか、英語力が伸びますかみたいな質問だけだとお答えしにくいんですよね。留学パパとエリンは自分たちの長年の経験やリサーチに基づいて、専門家として誠意を持ってお答えしたいと思っていますので、ご理解くださいね。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。 See you next time!